魚レッツゴーアドベンチャー。はい、皆さんこんにちは。今日もお魚アドベンチャーの時間がやってまいりました。以前メダカにブラインシュリンプを大量にあげたんですけれども、そのブラインがまだね残ってるんですよ。ということで今日はこのシャコの水槽の中にブラインシュリンプを入れて、シャコに食べさせたりメダカに食べさせたり、あと食べきれなかったブラインシュリンプが成長してくれることを祈って、また大量にねブラインシュリンプ入れていきたいと思います。じゃあブラインシュリンプ取っていきましょうね。まだ大量に取れますよ。じゃあシャコの水槽にね入れていきましょう。まずはシャコの近くに持っていこう。ほら、よし、どんどん入れていきましょうね。よいしょよいしょ。おっと、もう自分から来ますね。自分からちょうだいよみたいな感じで来ますね。よいしょよいしょ。どんどん追加していきましょうね。じゃあこれでねもうなくなりそうなんで、ラストにしていきましょう。よーし、すげー、なんじゃこりゃ、おびただしい数、これはやばいな。多分これ全部食べきれないでしょう。どう考えても絶対全部食べきれない。でこれ成長してくれれば、もう肉眼でね、もう体がはっきりと見えるぐらい大きくなるそうなんで、これは成長してほしいわ。多分でもね1ヶ月以上はかかるな。というかこれ外掛けフィルターのこのトレーナーに吸い込まれないですかね。吸い込まれる可能性は高いな。ほらシャコもねあんな感じで食べてますね。ちゃんとシャコはね肉食系なんでね、肉を食べるんですよ。肉を、野菜は食べませんから、肉オンリーです。あそこのメダカ超喜んでますわ。めちゃくちゃ食ってるもん。メダカはやっぱこういうね一口で入るような小さな小さなプランクトンとかね、そういうの好きなんですね。すっげえ喜んじゃってるもん。でもこの量はやばいな、ちょっとやばいな本当にこの量は。まあこんなね小さな水槽にこれだけの量をね入れてしまったらね、ちょっと大変な気もしますけど、でもこれだけ入れておけばブラインシュリンプがね、その生き残る可能性っていうのも高まりますから。なのでその生き残ったブラインが成長してくれれば、また違う楽しみもね見つけることができると思うんで、この子たちには本当に大きくなってほしいと思います。ということで本日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画お楽しみに。